はい、筆文字書道家です。筆文字書道家です。今日もよろしくお願いします。ブックメーカー投資の検証2日目になります。2日目ということで、昨日からスタートしたんですけども、今日が2日目、3月13日、もう結果出てますよね。結果はここにもう出てて、まあ利率が、85%ですね。85%、利益が102円で16銭16勝という内容になりました。で、今日も午前中でほぼベッドが全て終わってですね、どうでしょうか、大体1時間、今日は16ベッドしたので、まあ、1時間ぐらいですかね。実際ベッドしてる時間は短いんですけども、ベッドしてで全て利益が確定するまでに1時間ぐらい、まあ、作業時間1時間ぐらいですかね。で、それで、利益が 85% で、あ、利率ですね、すいません、利率が 85% で、利益が102円で、16戦6勝という内容になっております。で、今は、始めたばっかりですので、まずは量をこなしてですね、量をこなして、ブックメーカーを使いこなしていくっていうところを重点的にやってますので、まあ、1ベット1ユーロっていうことでやってます、まあ、こちらでですね、左の方にあるのが130円というのは1ユーロになります。1ユーロね、130円で今推移してますので、1ユーロ130円、それで利率が 2% とか 7% とか、まあ、いろいろだーっとですね、下の方にもブワーっと16個分、16ベット分はあります。まあ、データが見たいっていう方は、まあ、今後出てくればいろいろ考えますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、まずは100ベット、100銭ですね、100銭をするところまでは130円、1ユーロでですね、やっていこうと、ベットしていこうと考えておりますので、また今後もですね続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上、筆文字書道家でした。ありがとうございます。